この辺りの海岸は広いし、スノー2号からもそう離れてないからキャンプ地にするにはもってこいだよ。あ、でも浜辺でキャンプするとき気をつけなきゃいけないことがあるってのはみんな知ってるよね。そっか、実は私もよくわからないんだよね。スカディはできる船乗りって聞いてたから、ぶっちゃけそのあたりも詳しいと思ってたんだけどな。いや、できる船乗りはそもそもサバイバルとは無縁だから。船を転覆させちゃうような新人じゃあるまいし。もちろん木を切ってるんだよ。家を建てるならまずはこれから始めないと。見たことあるよ。確かイグルーってやつだよね。大丈夫。それにこれは師匠から学んだ方法だし、こうやってわざと少しだけ傾ける形で年貨を重ねれば。しているのか見せてほしい。前期の作業なんて見る価値ないと思うんだけど。ふふふ、言ったね。ならこいつを見て驚け。日よけ雨よけ対策はもちろんのこと、防犯対策もバッチリだよ。もし私のものを取ろうとしたら、この通り罠が作動するようになってるから。
あら、アドミンさん。すみません、こっちはまだ完成していなくて。仕上げに貝殻を飾らないといけないので。きれい。これ、ほとんどできてるじゃん。できたベッドとかちゃんと使えるの？お、アドミンさん、そっちはもう終わったの？この木材を置けば完成ってところかな。それって船？いやいや船じゃないし。ほら、ここを逆さまにすれば屋根に見えるでしょ。ずっと気になってたんですけど、どうしてアドミンさんは口出ししないんですか？私たちにだって得て増えてはありますし、そのあたりは人間と何ら変わりませんよ。それにアドミンさんはこの任務の責任者なんですから、自信を持ってください。でも意外としっかりしてるね。すごいよアドミンさん。これなら砂で作ってもよかったじゃん。まあ確かに崩れることはないけどさ。私的にはこっちの方が甲板で寝るよりもずっといいかな。お疲れ様でしたアドミンさん。